こんにちは、県民生協のまいまいです。今日はハーツの教材カウンターについてご紹介します。皆さん、教材カウンターってご存知ですか？ご存知ですか？教材カウンターの職員さんが公費教材についてのお問い合わせや保証の見直しなど気軽に相談できるカウンターです。今日はハーツ春江の教材カウンターの梅浦さんにお話をお伺いしたいと思います。梅浦さん、こんにちは。こんにちは。では早速、教材カウンターについて教えてください。教材カウンターではちょっとした質問や公布教材の説明をはじめ、組合さんに寄り添った保証の相談、加入や教材金請求の手続き、また住所、氏名、口座の変更を行うことができます。教材カウンターってそういうことも行っているんですね。教材カウンターは加入や給付の手続き以外にも行っていることはあるんですか？はい、組合員さんのお役に立ちたいので、お買い物ついでにたった1日だけの気が付いんでも請求できるのなど、お気軽にご相談ください。はい、梅浦さん、とても話しやすいので気軽に相談ができそうですね。はい、最近の話題のニュースってありますか？はい、2022年4月から福井県では自転車保険の加入が義務化されます。公布教材助け合い i プラスプラチナ85に月額140円で個人賠償責任保険をつけることができ、自転車保険の証明書を発行することができます。他人に怪我をさせてしまった場合など最大3億円まで保証されます。お子様の安心のためにも、ご自身の保証に自転車保険が含まれているかどうか、ぜひ確認してみてください。はい、確認してみます。梅浦さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。教材カウンターは公布教材や保証の一番身近な窓口です。ぜひ皆さんもハーツの教材カウンターにお立ち寄りください。